ミケーレ・カラファはイタリアのオペラ作曲家。カラファはミケーレ・アロイジオ・エンリコ・フランチェスコ・パオロ・ヴィンチェンツォ・カラファデ・コロブラーノとしてナポリに生まれた。父のジョバンニ・カラファはコロブラーノ公家、アルビート公爵であり、ミケーレは次男であった。しっかりとした音楽教育を受けたカラファは1802年に初のオペラ、イル・ファンタズマを作曲した。この作品は1805年に ママ父であるカラマーアニコ王子の劇場でお披露目された。この頃、カラファはナポリの陸軍士官学校に学生として通っていた。1806年にパリへ移るとルイージ・ケルビーニに作曲をフリードリヒ・カルクブレンナーにピアノを指示した。しかし、彼の父はカラファに軍人になるため音楽の道を諦め、フランス陸軍の景気兵団中尉になるように言った。1806年に モラーノ・カーラブロのカンポテネーゼで収監された後、釈放されると、シチリア遠征に加わり退位となった。1808年に、ナポリへと戻ったカラファは、アントワネット・オーベントンと結婚し、フェデエレフェ・ナロウリの下で音楽の勉強を再開する。両親からの圧力を受け、ジョア・シャン・ミューラに従って、ロシア戦役に加わった、彼は、オストロベノの戦いの後、ナポレオンから、 レジオンドヌール勲章を授けられ、さらに、イタリア王国の男爵の地位を与えられた。ナポリにおける両シチリア王国復権によりカラファの地位は低下し、彼の軍人としてのキャリアも終わりを迎えた。フォンド劇場で1814年に、彼のオペラ、イル・ワシロ・ディ・オーキシー・デンテが、また1816年には、アンドレア・レオーネ・トットラのリブレットによる、ガブリエーラ・ディベルジが上演された。 この作品は同年に同じ劇場で公開されたジョアキーのロッシーニのオテロと同程度に成功を収めた。カラファの音楽は彼の友人でもあったロッシーニ、ベッディーニ、オーベール、アレビラが有力だった時代の平易な旋律線と単調な還元楽法によって特徴を付けられる。オペラの作曲に身を投じるべく1821年にパリへと戻ったカラファは 1823年にジャンヌ・ディ・アーク・ア・オーリンズとレバレー・デ・シャンブルで大きな成功を収めた。ベネツィアでパリアを発表してイタリアでのキャリアに終止符を打ち拠点を完全にパリに移したカラファはいくつかの失敗を経ながらもモスネロがオペライコール・コミックザで136回の公演回数を数える大成功となった。これが彼のキャリアの絶頂であった。 カラファはロッシーニやドニゼッティの作品と比較されることを好んでいなかった。1834年にフランス国籍を取得したカラファは芸術アカデミーのメンバーに選出され、1837年にジャン・フランソワル・スユールの公認として理事に就任した。その後、1838年には軍学学校の校長に任用される。 1840年から1858年にかけてはパリ音楽院で大移報と作曲を教えた。最後の作品となったテレーズを作曲した1838年にはカラファはすでにほとんど教育用だけに専念していたのであった。彼の最後の作品の一つにロッシーニのセミラーアミでのフランス語翻訳版があるがロッシーニは長きにわたる友情の証として この版の著作権を放棄した。1867年に中部に倒れたカラファはパリで84年の生涯を終えた。カラファの著名な門弟にはアチーレッペエリがいる。ありがとうございます。